コラボス関西百名山ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は10時13分となっております。今日はここじゃん JR は東舞鶴駅前にやってきております。今そのバスでですね到着しまして、本来であればナンバー、出発してここに9時40分に到着する予定だったんですが、はい、ちょっと事故渋滞に巻き込まれてしまいまして、はい、予定よりも33分遅れかな、はい、で到着したという次第であります、はい、まあ、無事事故なくねバイバイ到着して本当にありがたいことであります、はい、今日はここからですねお待たせしました、関西百名山は第67座、はい、今ここですね、はい、てってれー、ここです、青葉山を、青葉のとこで、ちょっと指届かなかったね、はい、松尾寺でちょっと西国さんのお参りしてここですね、はい、青葉山に登って、67座目ですね、はい、行きたいと思っております。今日の抱負は親方、青葉山に行きます。行きます、はい、行ってみよう、おう今日元気で行ってみよう、行ってみよう、快晴、秋晴れ、待ってました、この日もう待ってたね、いよいよ、いい景色が見れるんでしょうか、楽しみ、はい、行ってみよう、松尾寺までは約 9.3 キロです。9.3 キロ、はい、はい。電車もあるんですけど、1時間ぐらいまだダメなんで。まあね、この街を知るためにも走ろうかなという。秋晴れで気持ちいいね、はい。日差しは強いけど、ちょっと風がひんやりするって感じです。ちょっとススキが出てきたりね。ここに行く道々もね、彼岸花がすごい咲いてたりね。ちょっと桜並木が紅葉してたりね。秋やなって感じでした。秋やね、面白い形の山がいっぱいあるね。どれも登れそうやな。です。松尾寺駅前にやってました。あれが駅や。あれが駅か、うん。あ、ちょっと早く着いたんちゃう？11時発の電車に乗ったんです。11時4分発かな。だからまだ。やった。勝ちました。勝っております。ここからお寺までまだ3キロちょっとあるの。あと3キロか。うん、今6キロなんで。はい。9。そうやね。行ってみよう。はい、行ってみよう。富士山の形にも見えへんけど、なんちゃら富士っていうのこれ、若狭富士、向きが違ったら富士とあれ見えるんじゃん、おそらくあの山だろうと思われます。え、11時8分、はい、距離は 6.8 キロ、はい、松尾出羽口までやってきました、はい、ここでこの道をはい、左に取りまして、はい、6.8 キロですね、はい、まずは松尾寺でお参りをしたいと思います、はい、青葉山松尾寺って名前なんですよ、そうなんや、一
人で家で、ね、西国さんしとったからそんなことつゆほども知らずね、なんとまさか青葉山が関西百名山やったとはね、もうびっくりですよ。ゆみさん全部回りはったんですね、西国さんは。ですよ、なんとカブで全部カブでお尻痛なるで、ね、2周目っていうことですね。じゃあそうなんですよ、うん、気長にやりたいと思います。車で5分、歩いて30分。お歩いてはったのに。松尾寺までちょっと登りが続くみたいです。近畿自然歩道、青葉山は松尾寺に続く道って感じよね。登りが続いてます。はい、ちょっと歩いてます、はい、日差しが痛いぐらい強いです。暑いね。風はちょっと秋っぽいけどね。うん、確かに確かに。走ると暑いわ。暑いね。で、うん、でここ見えてました、とここの松尾寺駅、はいはい、でこの27号線沿いに来て、はいはい、今ここまで来てるんですけど、はいはい、ほんま駅前からこう来たらちょっと古き良き道が通れたみたいですね。はいはい、ちょっと失敗、はい、って感じで間もなく松尾寺、はい、これですかね。せやな、来たことあるんちゃん。そう、覚えてるわけないやん。これやろ、これやかな。あ、うん、これやな、うん、はい、11時38分、距離は 9.1 キロ。はい、はい、松尾寺到着。到着しました。もう回収してはんのかな、工事。うん、そうだね、うん。です。はい、11時56分、距離は 9.75 キロ。はい、はい、無事農協も済ませまして、はい、登山道の方へ。はい、案内がありました。はい、突き当たりを左です。はい、楽しみですね、今日はいい景色見れそうです。はい、ちょっと本堂はあのベールがかっていて残念でした。改修工事中です。はい、またね、いつの日か。でかねえ、立派。ここに従って進んでいくとちょっとあのこの青い方の道にね行ってしまうみたい。はい、はい、だからこの本堂の真裏の、あ、ここちょうどね、うん、現在地。あ、よかった、こっちの道に行きたいわけですよ。だからこれをねちょっと分かりにくかったね、はい、うん、本堂の真裏って感じですね。ちょうど正午ですこれです。はい、ここから、正午ちょうど10キロから登山開始です。はい、いいね、霧が。はい、青葉山山頂まで 1.8 キロ。はい、1.8 キロない、うん、こじんまりしたとこなんやけど、なんかね、鎖場があったりとかしてね、結構楽しみやね。うん、そうやね。栗が飛び出しております。この道ね、栗だらけなんですよ。さっきから旅人が行きます。もうね、栗だらけやね、ほんまに。一生懸命拾い集めたら栗だらけできるんちゃうかっていうぐらい栗が。誰か取っていったんかね。でさっきね、クマ、うん、いや人ちゃう、さっき一個入っとったりとかしたんやけど、うん、これとかもう枯れ取られちゃってんね。栗林です。道はね、枝とかがちょっと落ちてはいるんやけど、
よく踏まれたいい道はね、わかりやすいです。近畿自然歩道です。静かなあの山登りが楽しめる雰囲気やね。こんないい山やのに人っ子一人いません。結構急勾配です。そうやね、山やからね。では、はい、どうぞ。いや、勝手にね、もっとなだらかな山やと何かしら思っとったんやけどね、結構急な坂道が続いてますね。はい、はい、マイペースでこう登っていきたいと思います。道自体は分かりやすいね、よく整備されてて。めっちゃ何本もついてるわ。こっちでもついてます。何が？砂。へえ。左右どっちからでも登れるようです。おお。結構急な登りがついてます。ロープって感じの。でもすごい格色した感じのね、あの高齢の男性が歩いてました。ちょっと待っててきました。まだか。やばい。多分言うてる前や。休憩どこしない？休憩。冷凍オレンジ？お茶？この世で飲んだ飲み物の中で最も美味しい。もうね、冷たいオレンジが飲みたくて。どう？美味しい。熱いわ。置いとけよ、ちょっと。あんねんぞ。階段が出てきました。すごい大きい岩なんやんか、これ。おお。ちゃんとね、これ危なくないように降りるように誰かつけてくれたんやな。おお。すんごい木引っかかってると思うわ。あ、涼しい。はい、登ってみましょう。よし。いや、思ったよりタフな道であります。うまいな。海。うわあ、すごい。すごい。ついに。おお。うわ、すごい。なんか緑やな、青っていうか緑。すごいね。街が見えるね。松尾寺だよ。あ、ここか。すぐ行くとここに出てくる。はい、この松尾寺からこの青い方に行きかけて、我々はこの赤いところで来たんですけど、今この合流点っていうところまで来てるみたいなんですよね、こう行く道もあったんですけど、今ちょうどここで、これからこのブナ林とかこの見どころを通って、この合流点からまたこっちの方に随工事方面に降りてこようっていうプランであります、はい、はい、行ってみましょう。楽しみながらあと3分。はい、あー、しんどかった。これしんどかったな。思ったより急やったわ。はい、この先にはすごい景色が待ち構えてるような匂いがプンプンする。匂いがするそうです。あ、なんか人の声もするし。
わすごい山だらけうわもう熱気がすごい熱気すごいもわっとくるわもわっとうめえ、うわ、3時6分、はい、距離は12キロジャスト、はい、ここがなんとよかったね、あやく小銭スルスルとこやった標高692メーター、はい、こいつ関西百名山これここやろてっぺんやりましたタッチすごいよ見てこれおすごいやりましたすごい海が緑ね あんなとこ住んどったらすごいよねあんなとこまでよう見えるお前すごい時刻は13時16分距離は 12.2 キロ、じゃーん、これくぐるといいことがある、いきます、へぇ、てれへぇ、やっほーやっほーやっほーすごいよねもうすごいね、生まれ変わりました、おんぎゃー、大人のアスレチック感満載です。やそう。いやな。山側からなんかムッとした空気しか出てけへんから、暑いわ。暑いな。よいしょ。おいせ、あなかなかやでこれ。関西百名山パワー、はい、よしパワー、ここおる仲間が青葉山タッチやりました、登頂、時刻は13時37分、距離は 12.8 キロです、はい、休憩入りますかね、はい、あの下にベンチあるわ、あベンチ行きましょう、なんかちょっとあれやな、記念撮影中でもなさっきの撮ってもらったやつ、純吉弁当、昨日の夜は焼きそばでした弁当です、じゃーん、ちょっとこのシャインマスカットがポイントです、はい、はい、焼きそばです、いただきます、はい、シャインマスカットから食べちゃおう、おいしい、幸せ、はい、あ、これはビールじゃろ、うん、この苦しそうなセミの声をお楽しみください何かやっぱりさっきの海を見てしまった後と、あ山側なんやねとちょっと思ってしまう自分がいるね、あめちゃいい景色じゃないですか、よかった、あーすごい、あこれのことか、あなるほど、確かに見ていいんですけど、なるほどね、あのまま突っ込むやついるよね、でも絶対ね、あれ分かりにくすぎるわ、へえ無理くる降りたろか思ったね、思うよねすごいあすごい、うーん、よかった、もう一回見れて、もう名残惜しいな、うん、
あの海岸沿いとかバーッと気持ちよさそうよね。激アツやけどな。まあない流れが西見での方がいいからな。はい、2時40分。今ここにいます。はい、高野経由で随行寺に向かいます。このまますぐ行くと、この中山寺の方に行っちゃうんでね。はい、今 14.7 キロです。はい。はい、分岐降りたいと思います。はい、高野の地の方に行きます。高野トレイル。青葉山高野登山口。2時52分。距離は 15.3 キロ。はい。なるほどね。この登山口からも登れますと。まあ時間が許すんやったら多分中山寺の方がメジャーなルートで登りやすいんちゃうかなって気するね。ここやったらでも駐車場ないんちゃう。うん、そうやな。ほんと下にあるんちゃう。うん、はい、我々はこれから、あのね、ちょっとチェックしてきた飲食店があるんですよ、はい、あの空いてるはずなんですけども、ちょっとまずは店までね我々のよくあるの臨時休業とかよくあるパターンなんでね、とりあえずちょっと店の前まで皆さんお連れしたいと思います。はい、ここから2キロです。はい、なんか山のふもとさ、金色とアフが彩ってるって感じよね。何と山のふもとをさ、黄金色とアフが彩ってる感じがするやん。ここにいるってない、稲か。稲や。おうおうしないらしいです、そんな気は。時刻は15時22分、17.4 キロ。え？めっちゃ味のあるレストランに、しかも営業中ってなってる。はい、ちょっと意表をつく、あれですよ。早速お邪魔してみたいと思うす。どうする？当店は大変時間がかかります。お急ぎのお客様はご遠慮ください。いや、こんだけね、突き出しね、お塩ついてたら全然大丈夫。なんと土日しかやってません。うん、次の突き出しはシューマイが来ました。いや、珍しい反応ですね。なんか珍しい味。何が入ってるのかよく分からへんけど。マジで、めちゃめちゃ熱々で出てきたよ。おいしい。おいしい。ちょっと早速、じゃあ私もいただいてみたいと。からしが気づいた。うん、具材がなんかすごいしっかりしてるね。うん、うん。シューマイといえばビール。うん、幸せすぎる。これどこで売ってんやろって思うぐらい美味しいな。うん、しつこすぎない、しつこすぎないな、なんかこれね。どう見ても美味しそうでしょ、これ。お刺身が来ました。こちらの1800円ですね。地魚のお刺身。ちょっと早速いただいてみたいと思います。まずこのわさびから、ちょいちょいして。やっぱりね、が出てきます。ビール500円の頼むたびに一緒にセットでおつまみがつくんですよね、これね。もう1本ぐらいいきそうですね。行ってしまいそうですね、これ。このおこじょ1500円を頼みました。
れがフォークですね。でエビフライで地魚のフライ、もう山をイメージしてあるんですかね。もうグレープフルーツとかついて、ここポテトサラダもここついて、でイカの刺身にでちょっとピクルスみたいなのついて、ご飯も山盛り。これで1500円ですよ皆さん。これピクルスみたいな、なんかね、ナマスかな。でさっきの最初に出てきたお魚は、何かな言っとったらカマスらしいです。舞鶴港でよく取れるそうです。カマスだ、いたカマスだ、なんかそういうことカマスですよお前ね。でシューマイはなんと奥さんの手作りだそうです。もう最高ですね。これ早く下山して皆さんこの土日限定のおこじょうにぜひお越しください。もうめちゃめちゃ盛り上がりますね。全てが美味しいです。早速このフライもいただいてみたいと思います。りょうじさんどうですか。美味しいですか、はい、カマス、何からいこう。ちょっとこれめっちゃでかいんやけど、このフライ地魚のフライらしいんやけど、ここマウンテンがちょっとちょっといいですかね、これもうこのいきますね、食べたことない味。でも何してふわふわ、ソースもね、ケチャップとなんか2種類ついてんね。これがタルタル風なんやね、量食べるだけ。なるほど、ボリューム半端ない野菜も。皆さんもぜひ土日横で隠れやんね。はい、4本目のビールに対してラッキョが来ました。ついにリュウちゃん大好きなラッキョが、しかも絶対自家製ですよ、これどう見ても本場のラッキョって感じ。これ何の子供やったっけ、シビシビ、ちょっと全部一通り聞いたんですけども酔っ払ってるんでちょっともう忘れてしまった。これタチウオのフライやったらしいですよ、立ってるやつ。美味しいですね、食べても美味しいですね。はい、ラッキョを食べます。うちの実家のやつはラッキョ酢の素で漬けてあるから最も決まった味なんやけど、これはね、甘すぎない味。ちょっとぜひ食べてみてください。なんとまずは飯をインしてから、ね、意味ない、すごいわかるわ、そのおーっていう気持ち。わかる。あとからね、出汁の味が追いかけてくるね、昆布の。ちゅうのはなんか、これぞラッキョっていう、なんか、フェイクラッキョみたいな感じだけど、分かる、元のラッキョの味がせえへん、漬け汁だけの味になってしまうんやけど、これは本物の味って感じ。そうそう、ラッキョの本来の風味を生かした、なんか爽やかな味やね。歯ごたえもしっかりしてるよね。おいしい。あ、よかった、ラッキョ好きから棒いただきました。この人居酒屋行ってもラッキョだけ3皿も頼むぐらいの人なんですよね。美味しいですね、ヒットです。はい、完食。この最後の付け合わせがグレープフルーツやったのもね、口がすっきりしてすっごい美味しかったんですよ。とにかく飲み水から付け合わせの野菜、おまけのらっきょに至るまで全てが美味しかったです。りゅうちゃんは最初のカマス の山椒のいっぱい入ったやつが一番美味しかったらしいですね。とにかくもうお作りはもちろんなんですけども、全てが美味しかったです。おこじょさんでした。はい、ごちそうさまでした。もうね、こういう出会いとか会話があるからね、山登りはいいんですよね。奥さんと散々お話ししてもらった。もう姫路出身の奥さんらしいです。誰が東北やねん。いろいろ想像を膨らましとったんやけどね、姫路やったわ。このお店の中にね、たくさんね、可愛らしい絵があるんですけどね、お嬢さんが、お子さんが幼稚園の時とかに描かれた絵を大事にああやって飾ってらっしゃるらしいんですね。そういう思い出話とかも、いや楽しくお聞きしてね、いやさよならお子嬢さん、もう超楽しかったです。どれ、お子嬢さん、超楽しかったです。隠れ家やね、ほんま。いやもうほんまにね、ぜひ機会があったら来てみてほしいですね。これ車走ってても分からへんよ、分からへん、お店がある。いや、あらかじめ食べログとかで調べてここやと思わへんかもね、分からへん。お子嬢さんです。はい、土日やったら強烈おすすめ。もう楽しすぎた、美味しすぎた。はい、でこっから 1.2 キロの青の郷の駅までとぼとぼと歩いて帰る。はい、今距離は 17.4 キロ。はい、はい、お疲れさよ。あ、おお、青葉山。もう景色も良かったしね、
や奥さんがね、もう600メーターそこそこの山やから、ようさん山登ってはったら大したことなかったんちゃうっておっしゃってたんですけど、いやいや、このね海の青さ、綺麗な海の青さと低山は低山台の良さがね、バテましたけどしっかりバテだしね、はい、ほんでその海の青さと人の息づくその住まいの様子が見える、うん、だから低山台の良さがあると思ったよね、うん、もちろん標高3000メーターの北岳には北岳の良さがあるし、うん、もう北アルプスには北アルプスの良さがあんねんけど、ここはここなりの良さがすごくあって、うん、しかも下山してすぐこんな美味しいものがいただけるとかね、うん、ここしかないで、でもな、あこにもなんか手打ちそばの店おお、うん。いやでも私もうおこじょう一押し、うん、この変な2時3時の時間とかにも空いて、あえてビールを飲ませてくれるというのがね、結局ビール何本飲んでたんですか、え4本なんですよ、中瓶ね、中瓶4本に、はい、おこじょ定食1500円に、はい、刺身の盛り合わせ1800円で、はい、トータル5300円のお会計やったんですけど、はい、何せやっぱりあの中瓶1本につき おかずが1品つくのがね、もう3本目ぐらいになると、ね、何が来るのかな次はとかワクワクするんですよね。でかぼちゃの煮つけとかももう奥さんの手作りやから、ほんでご飯の横にちょっとついてたあのナマス、紅白ナマスがご飯の横っちょに定食についてたんやけど、あれもねなんかすごいピリ辛でね、味付けのセンスがとにかくいいの、食べたことのない味やね、もうどうやって作んねんこれみたいな味がするのよね、もう飽きない味が、はいはい、でこのキャベツの千切りとかも細すぎず太すぎず程よい食感でね、はいはい、キャベツ美味しかったやろ、美味しかった、もうこの揚げ物あんだけ美味しかったな、そうやろ、キャベツ美味しかったやろ、普通揚げ物あんだけ食べたらうってなるんやけど、この途中の合間に挟むあの野菜とかレタスとか、ほんで刺身にしても刺身のつま、あれも手切りやったし、もう大阪のやすい居酒屋とか行ったらこれ何遍も洗ってつけ直してるやろみたいなやつが出てくるんだけど、そろそろまとめてください、すいませんね、いやいや何しか、はい、もうちょっとリュウジさんまとめてくださいよ、じゃあリュウジさん、あんたまとめとか言ってあんた無粋なまとめ、どうやろ、今度はこの手打ちそばに行きましょうか、いや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 、もうここまで来たらもう絶対おこじょ、ここまで来たら絶対おこじょ、うん、あでもねこれねちゃんと軽トラとかと待ってるから、地元の人が来て潰れずにやってるってことはもしかしたら美味しいかもわからん、なんせね水が美味しいところはね、そばとかうどんも美味しいと思うわ、思うね、あの氷も無名の名水って書いとったな、あそうやねうまいこと言うよね、無名の名水、そうやねん、コップに入ってる氷も透明度高かったし、何この水超美味しいと思ってね、で米とかねうどんとかね、水のまずい地域やと、臭いんやけど、もう何せ全部米もうまかった、はい、鼻からのうまとめですね、はい、青葉山は最高、はいはい、下山したら、ビール飲めなくてもぜひあの定食だけでもね味わいに来ていただけたらね、はい、あの地域のこの青山に雲かかってますよ、まったねー、はい、時刻は17時13分、はい、フラフラしながら駅まで来ました、フォロー加減ですね18.6キロ、青の郷駅に到着しました、おなんとね駅舎がねすごいおしゃれでログハウス風なんですよ、これあれですよね、青葉山登山のこのコースぜひね皆さんにもお勧めしたいですね、うまいね、あその駅からさちゃんと、松尾寺駅まで電車使ったら、もう9キロ、6キロか、6キロほど節約できるから、12キロほどのプランになるやん、うん、うん、だから、ねえ、そんな、なんやろ、うわ、そんなん絶対無理って思わんでも、来れるぐらいのコースになるんじゃないですかね。ロッジ青葉、へぇ、何、泊まれるん、これ、マジで、そうちゃう、うん、ここで、電車に乗って東舞鶴まで戻って、はい、うん、そして難波まで高速バスで帰りたいと思います、はい、いやでおかげさまで楽しい一日でした、もう感謝感激です、はい、それでは皆さんまた次回元気にお会いしましょう、またねー、すごい、うわもうやな、駅舎は綺麗やけどここはこういう雰囲気やね、
ール一本なんやな。一本や。単線やな。東舞鶴方面乗車口やて。でも方面ってだってこっち側しかないやろって感じやけど。ここじゃ過ぎた。